Every day she takes the morning bed and wrapped her head, wrapped her towel in the nation's head in front of the bedroom chair. Only just another day, slip into stockings, step into shoes, dip in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office, with the paper and pills, he takes a break. Takes another confirmation, finally tried to stay awake. It's just another day. It's just another day. It's just another day. So sad, so sad. She brought another letter to the son of five. People gather around a legend, finding her to stay alive. It's just another day. It's just another day. It's just another day. So sad.本日はポール&リンダ・マッカートニーアナザーデイ聴いていただきました。アナザーデイ合ってるのかどうかましら。いやー、11月の初めは大好きなポール・マッカートニーの、楽曲から、楽曲の投稿からスタートということで、ちょっとねこの前林ひろこさんの、生配信に出演し、させていただいたときに、ギターが左だっていうことがね、ちょっと話題になって、それはなんでみたいなね、ジミヘンの影響？いや、ポール・マッカートニーの方ですっていうことで、ちょっとポールのね、ことが話題になったので、少し、取り上げてみました。いや、先月もたくさんのご視聴とコメント、本当にありがとうございました。今月もね、たくさん、皆さんに楽しんでいただけるような、歌動画、たくさんアップしていきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。いやー、
しかし昨日、一昨日か、昨日もまあそうなんでしょうけど、ハロウィーンでしたね。ごめんなさいね、全く興味ないんで何にもこう話題がこう膨らまないんですけどああやってんなっていつも毎年のように、ニュースのねの映像を見ておりますけども、仮装する気もないですし、仮装してる人を写真でね撮りたいっていう気もないし、人混み苦手だし、全然個人的にですよ、イベント自体はね、みんながこう楽しんでる姿を見てて、まあ、微笑ましいのでそれはね、いいことだと思うんですけども、その個人的にっていうことですからね、全然否定してるとかそういうことではなくて、僕は行かない、仮装しないっていうだけの話ですからね、はい、いやいや、もうそしてそれが終わるともう11月ですもんね。こう今年ももう今月と来月で終わりですね。僕のね、お仕事の方もまあ年賀状が、販売開始ということで、なんかああまたこの時期が来たかという感じですね。まあ慌ただしく忙しいことではある、忙しい時期ではあるんですけど、結局まああっという間に終わってしまうんで、まあ振り返ってみればなんてことなかったなっていう感じでいつも終わるんでね、まあまあいつも通り構えていたいなと思っております。でもリスペクトフェスね、熊本から帰ってからは比較的ずっと忙しくて、うん、で土日とね、ライブなり生配信なりってあったんで、なんかねちょっとなんだかあんまり休まった感じは全然ないんですけどもね、うん、まあでも忙しい方が好きだから全然僕的にはいいんですけど、うん、いやポール・マッカートニー最高っすよね。もうこれね、アナザーデイは、ポールのソロキャリアの本当初期のもう最初と言っていいぐらいだと思いますよ、きっと。これがソロデビューぐらいな感じの位置の楽曲です。うん、ちょっとね、その時系列が完全に入って、もうオタクってわけではないから大好きだけど、そういうね、そのに、なんだろう、まつわる背景とかを全部覚えてるとかそういう感じじゃないので、とにかくその楽曲をたくさん聴いてたくさん歌ってるっていう方の、オタクというかね、そっち側の人間なんで、あんまりね、その辺詳しくはないんですけども、うん、でもポールは、そのポール・マッカートニーと、さっきも言ったと思うんですけど、ポール&リンダ・マッカートニー、あとはポール・マッカートニー&ウィングス、あとはそのままウィングスって、いう多分名義で出てると思うんですよね。まああとちょっと例外で言えばポール・マッカートニー&スティービー・ワンダー、ポール・マッカートニー&、マイケル・ジャクソン、まあ、その名義でね出てる大ヒット曲もありますけども、まあ総じてね、総じてポール・マッカートニーのソロプロジェクトということなんで、うん、ポールのソロっていうことではいいと思うんですけど、まあコアなファンの方はね、しっかりとこうその名義によって思い入れもあったり、これを分けなきゃいけないっていうとこあるとは思うんですけども、まあ、一般的な感じとして全部、まあ、ポール・マッカートニーのソロみたいな感じでいいとは思うんですけども ね、うん、ねコアのファンの方にはちょっと、申し訳ないちょっと説明だと思うんですけども、いやーね、ほんとそれにしてもね、すごいですよね。何がすごいかって言いますとですね、まあビートルズはもう誰もがご存知の世界ナンバーワン、まあナンバーワン、これもねナンバーワンというと、いやこっちがナンバーワンだっていうのは絶対出てくると思うんであれなんですけど、まあ名実ともにというか、まあねビートルズがいたからこそっていうね、その生まれたバンドっていうのがいっぱいあったりするのでね、やっぱりなんだかんだで僕の中では、一番でいいんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけども、まあ、これもね人それぞれだと思うので、断言してるとかそういうことじゃなくて、あくまで僕の感覚ですからね、その名実ともにこうね世界を取った、バンドが、まあ、解散して、 でそれぞれソロのねキャリアをこう歩み出すんですけども、結構ね華やかに、みんなスタートを切ったんですよ。ジョン・レノンにしろ、
あのジョージ・ハリスンにしろリンゴ・スターにしろ本当デビューがすごいポンと3人とも確か行ったんですよね。で、まあ、ポールも別にその悪くはなかったとは思うんですけど、そのなんかに比べるとちょっと出だし遅れた感はちょっとあったみたいで、でポールもね、あのもちろんポールマビートルズのポール・マッカートニーというこの、名前を使ってっていう言い方はあれかもしれないですけど、でもうものすごい人を集めてね、まあ、本当スーパーバンドを結成することって多分可能だったと思いますし、実際そういう話もあったらしいんですけどね、でもあえてポールはそれをせずに、まあ、一人の、まあ、宅録自宅録音の、から、まあ、スタートして、まあね、結構酷評され、それであのね、もう亡くなってしまいましたけどね、あの最初の奥さんの、リンダと、2人で作ったアルバム、それもまあね、まあ、でもそれはそうでもなかったか、まあでもね、そのスタートがねあんまりよろしくはなかったんですよ。僕は大好きなアルバムなんですけど、結構その音とかがラフだったりとかね、録音の仕方がラフだったりとか、そういう問題もあったのかもわかんないですけど、そのビートルズの時から比べるとね、この聞き劣り見劣りする部分もあったのかなと思うんですけど、全然あの僕の中ではもう存分にポール・マッカートニーを感じられる初期の何枚かだったんですけど、まあ、世間からはそんなに、受けが良くなかったと。で当時の、当時の元ビートルズのメンバーの3人からも、結構な言われ方をしててね、でもそれでもねポールはそういったスーパーバンドっていう華やかなソロキャリアっていうのを選ばずに、そこを選択せずに、まあ、1人それで奥さんと2人から始めて、全く本当無名の、まあ無名といっても、もうポール・マッカートニーは大スターなんで、それもついて回るんでどうしようもないんですけど、でもそうじゃなくて、自分でメンバーを集めて、一からバンドをスタートしたんですよね。だから最初からスタジアムアリーナとかでやってたわけではなくて、自分たちでは本当楽器を積んで車で移動して、学園祭で演奏したりとか、もしかしたらそのビートルズ、まあ、知らんことはないか、でもそこまでなんかね浸透してないであろう世代のところにも歌いに行ったのかもしれませんし、とにかくビートルズのポール・マッカートニーっていうのを捨てて活動したかったっていうことみたいなんですよね。で一からこう やって、まあ、まあ確かにね、その最初2人で始めて次はもう一応バンドを組んでやるんですけども、音は、確かに雑だった気がしますよ。僕も聞いててラフだなと思うし、急いで出したんだろうなっていう感もちょっとあるし、もうちょっとポールならこう詰めてねいい作品できたんじゃないかなっていう気もしましたけど、でもやっぱりその時ああいうのを出すことに多分意味があったんでしょうね、ポール・マッカートニーの中では。なので、全然間違いだったとは思わないですし、その中にもすごい光る曲いっぱいあるので、僕的には全然いいんじゃないのかなっていうふうに思いましたけど、まあ、世間はねちょっとなかなか冷たかったんですよね。でももう本当その、そのアルバムを5人でね5人編成のバンドで出した次の次でもう天下取ってるんですよ、そのウィングスっていうバンドでね。だからやっぱりすごいなと思いますよね結局。そうだから本当ビートルズのにある曲調もあったかもわかんないですけど、結構その本当ポール・マッカートニーサウンド、ウィングスサウンドっていうのをちゃんと作り上げた感じはあって、いやそれがちゃんとこうね世間に、浸透して、まあ本当スタジアムやアリーナでのもうライブが当たり前になってしまうっていうね、いや本当すごいと思いますね。もうそういう道を選択したポール・マッカートニーがやっぱかっこいいなって思いますね。で音楽が本当好きなんだろうなっていうふうに思いますよね。だからヒットし、まあ、もちろんヒットすることはいいことだとは思うんですけど、それ以上にポール・マッカートニーってきっと音楽が好きな方なんだろうなっていう、もう大好きで大好きでっていうね、
まあでもビジネスマンって言い方もちょっと違うか。でもそのヒットメーカーとしての自覚もあると思うし、絶対、そういうのを意識して活動している部分も絶対あると思うんですけども、根本は本当音楽が大好きな方なんでしょうね。それがなんかやっぱ常にニコニコでね、ライブ中笑顔で演奏しているポール・マッカートニーの姿っていうのは本当にみんなに元気を与えますしね、いつまで経ってもそれが変わらないっていう。だからその切ない曲、悲しい曲じゃなくて元気な曲で泣けるっていうね。だからそれはビートルズも含め、そのポール・マッカートニーなのね、元気に歌う姿って昔から変わらないじゃないですか。だから本当そのままね、青春時代を思い出せるというか、その世代の方たちをね、その元気な楽曲を聴いてなんか涙してしまうみたいなね、ある意味ちょっと特殊な感じはありますけどね。そう僕も父とね、見に行ったことがあるんですけど、Can't Buy Me Love とかでやっぱ涙してましたもんね。お父さん泣いてるなって思ったら、奥のみんなおじちゃんたち泣いてるなと思ってやっぱなんか青春時代が蘇るっていうのでね。だから涙を誘うような楽曲とかね、そういう関係ないんですね、音楽で、泣ける泣けないっていうのはね、何がね、人のこう心に響くかっていうのはちょっとその聞いた人にしか分かんない部分ってやっぱありますからね。そうあれ今歌ったよね。よかった、歌ってから話してますよねそうなんですよ。本当ポール・マッカートニーのねソロキャリアは面白いと思いますよ。追ってみて損はないと思いますね。そう、僕のね大好きなチャゲン・ラスカさんもそうですけど、ポールもね、ポールのソロのキャリアもものすごくその時代の、音を取り入れたりとか、してて、それで一定じゃないので、バンドメンバーだったり、プロデューサーだったりとか、そういうものが常にこう変化してってるので、そのアルバムそのアルバム、まあ多少ねその続きものみたいな感じで、その流れで出してるアルバムもありますけど、基本的にはなんかその一個一個全然違う感じで楽しめるので、演奏してる人も違えば、撮ってるねそのスタジオだったりがその違ったりとかね。そうなんだろう、だからもう一番有名なバンドオンザランっていうね、その多分ウィングスのアルバムの中では本当トップクラスに売れたアルバムだったりするんですけど、それなんかもうそんなに売れたアルバムなのに、実はレコーディング環境が本当にもう稀に見る劣悪な環境でレコーディングしてたりとかね。そうでも本当に耐えられなくて帰ってきちゃったみたいな。でもそこで撮ってるものがそうやってね、何百万枚も全世界でヒットしている、もう何千万枚なのかな、分かんないけどね、っていうあるモンスターアルバムなのに、実はそんな過酷なレコーディング環境で撮ったものだったとかね、そういうのもあったりするので、なんか面白いですよ。で最近のも本当に面白いと思います。未だに何かチャレンジしてるなっていう、もう70超えて80にはまだなってないですよね。なったのかな、もうでも近いかな。そうでもなんか本当変わらず新しいものをなんか作ろう、新しいことしようっていうなんかチャレンジ精神がね、もう随所に見られるんですよ。なので最近のも追ってても楽しいですし、その昔からこう順を追って聴いていくのも楽しいと思いますし、まあ、とにかく最高の楽曲に出会うことは間違いないです。どこかに必ず皆さんの、なんか引っかかりがあると思います。好みに引っかかる曲が絶対あると思いますね。もう本当期待のメロディーメーカーなので、その辺はさすがだなって思っちゃいますよね。とついつい、大好きなポール・マッカートニーのことは喋ってしまいますね まあでもな、何も僕すげえ詳しいわけじゃないですよ。全部調べ尽くしてってことではなくて、あくまで本当自分の感想とか、自分の感覚で喋ってますので、
間違ってることも多々あるかと思いますけども、その辺をご理解いただければなというふうに思います。で、カラオケ動画の方は明日、今月初収録行ってこようかなと思ってますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。今日は何かあったかな。今月の、そうだ、終わりにね、25日に、先日熊本で行われた C&A リスペクトフェスで見事なね、司会をしてくださったジョニー小野さんと一緒にトーク&ライブをやるのが決定してますので、そちらの方もね、詳細、のブログだったり、こちらの動画の概要欄だったりに貼り付けておきたいなと思いますので、チェックの方よろしくお願いいたします。もうね、なんだろう、会場チケットの方は売り切れてると思うので、12席ぐらいだったので、本当に瞬殺だったみたいでね。ありがとうございます、本当に、嬉しいですね、うん。なので、あと配信がございますので、そちらの方で、お楽しみいただければなというふうに思います。まだね、全然詰めてないので分かんないですけど、アイデアをこう出し合ってる段階ではなかなか攻めた、楽曲を演奏しそうな気がするので、ちょっと今から自分でも楽しみにしていたいなと思ってますので、ぜひぜひ皆さんも楽しみにしていてください。ということで、今月もまたたくさん、いい動画をお届けできるように頑張りたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。